スプレー対決ー、はい、こんにちは、ジュンです。こんにちは。こんにちは。ナイス。はい、今回は私 MC となりまして、お二人にですね、賞金をかけて真剣に9ホール対決していただきたいと思います。皆さんぜひ最後まで応援のほどよろしくお願いします。はい、今回ですね、宮崎千恵選手、はい、堀井ひまわり選手、このお二人です。これからですね、二人には特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます。なお勝者には5万円の賞金が与えられます。敗者は0円です。そしてですね、今回賞金を提供してくださるのは視聴者様のジリさんです。ご提供ありがとうございます。はい、対決ルールを読み上げたいと思います。9ホールマッチプレー、8ホールのスコアによってポイントをゲットできます。ボギー以上は0ポイント、パーは1ポイント、バーディー2ポイント、イーグル5ポイント、アルバトロスホールインワンは10ポイントで、最終ホールのポイントはダブルアップで、9ホールの合計ポイントで勝敗を決めます。 OK パットはありです。お先には出して注意してください。はい、それではお二人ともよろしいでしょうか。はい、勝ったら5万円、負けたら0円。宮崎千恵選手対織茂ひまわり選手、リンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。お願いします。ひまわりちゃんの印象はめっちゃパターがいいなと思います。なんで私もちゃんと入るように強気でいきたいなと思います。はい、2勝目目指して。負けるのは嫌いなんで勝ちたいなと思います。わかりました、はい、頑張ってください。お願いします。頑張ります。はい、まあ、出るからには勝ちたいですけど、まあ、マッチプレーは苦手です。ちえちゃんは前半はなんかこれ作戦かなってぐらいドライバー同じ風に曲げてくれたんですけど、午後からドライバーが どうなるかやっぱ飛ばし屋なんで飛ばしも負けないんです。はい、ありがとうございます。今回の会場は千葉県にあるグレンオークスカントリークラブです。インコースの9ホールを回っていきます。よろしくお願いします。お願いします。どっちから打ちますか。じゃんけんで勝った方から。じゃんけんで勝った方から。じゃんけんで勝った方から。はい、じゃあ私からいきます。はい、お願いします。ホールね、力入ったんかなって感じ。
に、ね、本当ですね。でもやんだけどね。あんまり喋りすぎるとまた視聴者さんに怒られてますよ。これ入れたらポイント入りますよって。全然大丈夫。ナイスパン。イエーイって言っていいのか。大丈夫言って。なんかスポーツマンシップだとか言われて、言われない。全然大丈夫。いや、私も結構言っちゃった。今のミスだとかね。ミスをミスだって言うと、なんか聞こえた時になんかメンタルがみたいな。言われて。なんかそれも勝負じゃないですか。そうだよね。マジで、あの、その道の MC のさ、ね、ガチプロではないじゃん。そうだからさ、ガチプロじゃない。だから素でいいと思うんだよね。まあね、うん、素でいきますね。だってね、自分が一番このパッといったら、うん、あ、こういったの分かってるから。じゃあ一応声出してみよう。声出してどっかのヤンキー声出してこう体育会系、体育会系声出してくよ。はい、お願いします。11番、ちーちゃん覚えてない？本当にあそこのバンカー168で超える。50ぐらいします。
まで210ヤード。エッジまで190とか80ぐらいで行っちゃうので、7番アウトで打ちます。影響でですね、バンカーが見ての通りこんな感じで入水の跡がすごいので、特別、まあ、修理としてあの外から打つようにしたいと思います。これいいところ今よかった。
んじゃないですか。今度頑張りましたねえ、やったよね、当ててるからね。でも思ったより左行っちゃったもん。あ、そう、右だってどのくらい流されるかなみたいな、さっきがすごいフォローだったんで、そのまま行くとすごい右から左の風になっちゃう。結構な肩とかだってめっちゃ左行ってたもん。そう、でもともとドロー系なんで、はい、右から左の風だとめちゃくちゃ大きく流される。そういうことね。こんだけ風吹いてると難しい。難しいです。ああ、そうなんだ。やっぱ風って大変、難しいんだね。なんならちゃんと打てるか分かってないから考えない方が多分いいと思います。結果も。あ、そう。なんか、うわ、嫌だなとか思うと余計なことしちゃうんだよ、逃げ出しすぎたり。あと思って打っちゃった。なるほどね。はい。